はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。8日目バトルやっていきましょう。もうですね、もう無理だもう無理だ、これ残り210もあるんだよ。 S プラスになるまで絶対無理でしょ、残り2日で。まあ今日8日目でしょ、8、9、10、まあ平均して約まあ70ぐらい増えなきゃいけないから、まあね、難しいでしょう。だからもうレートとかをね全く気にしないで、楽しくこのみんなでバトルをね楽しく遊んでいきたいと思います。もうレートとかどうでもいいや、実はちょっと嘘でやっぱやってるとねどうしても気にするんですよ。オッケー、いいね、うえー、よし来た、これもう来たんじゃない、あちょっと待って、危ない危な、このまま走っていくか、オッケー、おいおいおい、ちょっと待って待って待ってくれ、よし待ってくれ、みんなここは俺に勝ちを譲ってくれよかった。さっきも言った通り、ま、気にするんですよレート正直いや正直ね結構気にしちゃうんですよね。一番は楽しくやれればいいんですけど、それでも目標の S プラスはねやっぱ僕は夢に見てるんで、ちょっと待って、こんなね大事な話してる時にもうルイージのあの顔めっちゃめっちゃ笑えるんだけど、あのママチャリさ。だからね、4900を目標にやっていきたいなって思います。 OK で入る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 全然入れない。そしてこれはどうすればいい、どうすればいい、わけわかめ、マジでわけわかめ、どうしようどうしよう。これは一番左のスターを取りたいな、オッケー来た、ダメじゃんダメだ、これ鍵を持ってるやつらがいると思うんですよね。まああのワンワン以外いないでしょう、きっとなんかワンワンが鍵持ってそうなんですよね。あ出てきたか、オッケー、そしてゴールか、早いなゴール。よし、それじゃあどんどんやっていきましょう。あのルイージもなんか前に見たような気がするねえ、なんか見たことない、あのルイージ、なんかこう頭に浮かんでる天板っていうのかな、あれがね特徴的で結構覚えてるんですけどね。さてこれはまずドアに入るか右に行くかどっちかですけど、まあ僕はドアに入っていきましょう。そしてうわー、そこルイージ、もうマジでルイージ、もうマジでルイージなんだけど、もう意味わかんないけどマジでルイージだよ、もうえなんでどかないよこれ、え超害悪プレイヤーじゃんこれ、えマジどかない、マジやめて、もう本当にマジでどかないんだよキノピオ、どうかしようぜこのルイージ、えなんなん、えマジなんなんこの人、えどうすりゃいいの、あどいたどいたどいた、よしオッケー、そしてナイス、おっそっか雲だから出るんだ、待って鍵は、鍵は、鍵どこ行った、鍵がない、え鍵は、鍵、そんなとこゴールあったの、ハハハ、じゃんじゃんいきますよ、じゃんじゃんね、えすごいあの顔、あのキノピオの顔すごミッキーになってた。でクッパを一体倒してゴール、クッパジュニアか、クッパジュニアを一体倒してからゴールね、オッケーオッケー。いやほんと最近のレートっていうか、まあ、最近の戦績が悪すぎてめっちゃなえなえなんだけど、もうなえなえキュンなんだけどうわースター、待ってくれ俺が取るんだ、やったよし、このままクッパジュニアの元へ行こう、どこだどこにいる、頼むから、いないな、マジかよ、どこにいるんだ、上か上なのか、上か上なのか、よしこのまんまこれを取っていきたいところだな。 でジャンプで、ジャンプ、オッケー、そしてこのまま、何もないマジか、スタートからやり直そう。え、クッパジュニアがね、まずどこにいるかが問題だよね。どこにいるんだろう、この上とかにいるんじゃないの、絶対そうでしょ、絶対こんなとこにいるでしょ、なんかいた、なんかいた、ほらなんかいたぞここ、オッケー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 、でよしオッケー、これでピオキングさんが条件を達成できたってことでしょ、オッケー来たー、よっしゃ、でここで取られたくないな、
取られたくないな。あんまり取られたくないな。このままダッシュしていこうか。でジャンプ、オッケー。待って待って、せっかく俺が、え、な、何やってんのこの人、ちょっと邪魔なんだけど。え、はこの人めっちゃ邪魔なんですけど。亀の甲羅かなんかで倒してやろうか。ノコノコいない、ノコノコ、ノコノコで、あの動かないキノピオをぶったたこうって思ったんですけど、ないな。それじゃあ一旦ここでスタートからやり直すして、で、あのゴール条件を取ると、 OK。 そして羽も取る。待って、よし、パワーアップして帰ってきたピオキング。これ投げればさ、いいんじゃない。よし、バカめオリア、よし、オッケー。そしてこのままジャンプ。お、そしてあのキノピオを見たことあるんですけど、シューアンチじゃないって書いてる。まあ有名なシューさんはね、もちろん僕も知ってますよ。うん、めっちゃ知ってますよ。よし、それじゃあ第3戦目4戦目わからんけどやっていきましょう。待って、羽ずるいな、これ絶対飛ばなきゃいけないっぽいステージだ。でも飛ばないでも良さそうだぞ。オッケー。そして、あー、これ飛ぶやつだ、これ飛ばなきゃいけないやつだ。待って、マリオ、待って待って、みんな待って、みんな待ってくれ、みんな待って。これ終わったやん、絶対もう無理でしょきっと。どうかして勝てないかな。ここでジャンプするといけるとか。いけないな、ダメだ。ちょっと期待した。結構期待したな。ルイージ、あ、ルイージじゃない、ルイージ俺や。さすがに行ったか。そういえば最近マジで2連勝ないよね。10回ぐらいやってたらさ、なんか1回ぐらい奇跡的にいいの。おお、やった、勝った。あ、勝ってねえけど。勝ってはないけど、これもう勝ちでしょ。待って、トゲメットを倒せよ、トゲメットを倒せ。やった、来た。待って、危ない、うわ、危なかった今。よかった、勝てた。まあこの8日目にして4800以下になるとか、多分視聴者の皆様も思わなかったのじゃないかなって思って、一旦ここで謝っておきたいなって思います。いや、ほんとすみません。なんかね、変に期待させてしまって、まあ期待したかわかんないですけど、した方いますよね、もちろん。まあそういう方にはね、もちろんね、僕の方から、うお、待って、危ない危ない、え、なんこれ、何の意味もなかった今の。よし、じゃあこのまま渡っていきますか。うおー、待ってくれー。あー、そこにゴールが、あー、待って、なんで俺今ヒップドロップをやめたんだ。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。マジでそろそろ他のゲームがやりたくてうずうずしてるピオキングです。残り3日耐えていきましょう。まああと残り3日でしょ。終わったらね、何するかなってめっちゃ悩んでるんですけど、何がいいかな。まあ新しいゲームもね、ちょっと考えてるんですよ。新作っていうか、まあフリーソフトですけど、リクエストをいただいてたちょっとフリーソフトをちょっとやっていこうかなって思ってます。まあ何がやってほしいとかもしあればね、ぜひコメントくださると嬉しいんですが、まあそんなね、そんな、わ、ちょっと待って、いやオッケーオッケーオッケー。あー、ちょっと待って、よし、これはスクロールがめっちゃ速いからきついな。で、このこれきつい、これきつい、待って、これスクロールに置いていかれる。よし、これは焦んなかったら勝てるでしょう。オッケー、これは勝ったでしょきっと。やった、よし、いいラストバトルでした。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。8日目終了しました。結果としましては、1日目から比べたらね、もうだだ下がり。滝のようにね、水が上から下に落ちるようにもだだ下がりのレートだけど、 S プラスになるまで頑張っていきたいと思います。まああと2日間残されてますけど、そこでね S プラスになることはおそらく難しいだろうけど、今後ともよろしければぜひ応援をしてやってください。それじゃあまたね。